だん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 こう杉内とかカンちゃんもどん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 炭の方でなんかこういうような形でずっと壁に張り付く感じですか。そういうようなことするんですかっていう。鈴木孝弘公式チャンネル鈴木とランナー。皆さんこんにちは。こんにちは。元アメリカリングの鈴木孝弘です。ナビゲーターの工藤です。よろしくお願いします。はい、孝弘さん、今日もスイスランナー始まりました。始まったね。いやね、また今日もこちらラグジュアリールームからお届けをしております。はい、はい。では早速今日のテーマなんですけれども、行かせていただいてよろしいですか。いいですね。今日はどんなテーマなんですか。今日用意してきました。はい、こちらでございます。さあ、ドン。巨人一筋20年、うん、鈴木貴博が選ぶ巨人の負けず嫌いだった選手ベスト3でございます。はい、ベスト3ね。ベスト3です。なかなか難しくない？はい、難しいし、これ負けず嫌いってプロ野球選手ほぼ負けず嫌いだからね。まあ、そうですね。プロ野球で特にっていうことでしょ。そうです。プロ野球で戦うぐらいですから皆さん負けず嫌いだと思うんですけども、うん、その中で高橋さんが20年巨人で在籍して見てきた中で、うん、特に負けず嫌いだったのはこの3人だろうというのを、なるほどね、一人一人お話しいただきたい。はい、誰だろうな。はい、いいですか、準備は。そうだね、はい、特別負けず嫌いな人。そうです。もう一喜一憂したりする人、はい、で無邪気さも持ってる人でしょ。そうです、そうです。子供心も持ってる人です。はいはい、そういう人ね、はい、分かりました。そういう方が出てくるわけですね、うん、これから。はい、そうだね。はい、分かりました。はい、じゃあ早速、聞いていきましょう。鈴木貴博公式チャンネル鈴木とランナー。はい、貴博さんに3位から1位までですね、それぞれ選んでいただきました。結構時間かかりましたよ。まあ、20年もいるとね、いろんな負けず嫌いの人見てきてるんで、相当悩みました。悩みましたか。そうですね、悩んだ末に3人選ばさせてもらいました。はい、はい、すいません、はい、いいですか。じゃあ早速それを発表していきたいと思いますが、はいはい、まず第3位3位いきたいと思います。はい、ザーザン。お、新岡さんですね。新岡選手。うん、新岡さん。新岡さんはね、僕の年2つ先輩なんですよ。2歳年上、はい、で寮も一緒で、はい、すごくこう仲良かったんですよね。うんうん、お兄ちゃんみたいな存在だし、うん、しかもプロとしてものすごく練習する人だったんですよ。はい、で新岡さんがあるシーズンの時にファームに落ちたんですよ。ファームっていうのは2軍に落ちてきて、で一緒にこう練習するときに当たって、僕がいつも寮の地下にバッティング練習場があるんですね。で新岡さんは食事をして夜になっていくと僕と一緒にティーをやるんですよ。はいはいはい、僕ティー上げ担当だったんですよ。あ、そっからすごく可愛がってもらったんですね。なるほど。毎日ティー上げてましたよ。何球ぐらいあるんですか。3箱4箱ぐらい。3箱で独自の方法も自分でお持ちで、はい、その左足が突っ張るっていうか、こうやって突っ張って打っちゃうんで、うん、ティーの箱をこう上げてこうやってこうしてこうやって打ったりとか、それをこう自分でこうティーをずっとこうポンポン、はいはいはい、上げて、なんていうんですかね、その言葉を交わすっていうよりも空気感で僕のことを気に入ってもらったって、うんうんうん、そういういきさつがあって、でその時新岡さんが一軍に復帰する、うん、次があって、はい、僕が使ってた手袋に新岡さん一緒にさせてもらったんで、よかったら僕のバッティンググローブを使って一軍に上がった時の第1打席目はそれ使ってもらえませんかって言ったんですよ。うんうん、そしたら使ってくれた。あ、本当ですか。それめちゃくちゃ嬉しいでしょ。嬉しいですね。僕は多分22、3とか3、4ぐらいですよ。はいはい、もうね、こうやってあテレビで見たら俺のだと、なんか自分も一軍にいるような感覚になったし、はいはいはい、なんかそれをこう一緒に作ってくれて、結果はちょっと忘れちゃったんですけど、はいはい、それを使ってくれたっていうことだけにもうこう気持ちがすごいいっぱいになって、うん、なんかその優しさに触れた瞬間でもあったんですね。はい、ただ相当な負けず嫌いなんですよ。うん、そうですね、負けず嫌いのエピソード。負けず嫌いの、はいはい、優しさもある、優しいんですけど、いいお兄ちゃんなんですけど、ある時に
二岡さんと1、2番を組む機会っていうのが一部に上がってありまして、はいはい、高田さんが1番、僕が1番ですね、はい、そして盗塁の数を勝負しようと、今年何個俺、まあ、対決しようと、はい、盗塁の数を、はい、で結局まあ僕は勝ったんですけど、僕は18盗塁ぐらいしたので、二岡さんが12、3ぐらいですかね。でも1、2番なので僕は塁に出たらやっぱ盗塁したいわけですよ、はい、まあ、それが自分のアピールにもつながってるし、チームのためにもなるし、二岡さんとの個人的な戦いにも勝ちたいし、はい、でいいスタート切るために二岡さんは1、2塁間にヒットを打つわけですよ僕はいいスタート切った時だけ打つんですよ。で、僕も当然走ってますから1、3塁っていう形になりますよね、はい、そしたらもう二岡さんが僕の顔見てこれにっこりして、もうしてやったりみたいな、なんか相当俺に走られるのが嫌だったんだろうなっていう個人的な見方と、はい、でも野球っていうセオリーを考えていくと、僕が走ることによってセカンドもしくはショートが必ずベースに入る、はい、ということはその1、2塁間であったり三遊間っていうものが少しやっぱり広くなって、いわゆるヒットゾーンが広くなる、そういうところを見越して打ってたんですね、まあ、打率も稼げるし高弘の盗塁も阻止できるしでもそういうなんていうか、その負けず嫌いさっていうもそうだけど、あ、抜け目ないなっていう、はいはいはい、視野が広いなっていう、はいはいはい、走って、あ、そうだな、あ、こう見える時間って 1点何秒ぐらいですよ、はい、1.2 秒もないですよ、はい、その中で瞬時に、あ、ヒットゾーンが開いた、打つっていう、そういうシチュエーションがやっぱあって、それチームのためにも 1-3 塁という形はものすごくいいんです。そうですね、勝利に向けての形としては素晴らしいものですからね。自分も出すし、高平の通りも阻止したいし、でもチームを勝つっていう意味ではどんだけ負けず嫌いなんだとでもなんか野球感というかね、はい、そういったこうある種野球って言い方変だけどずる賢くなきゃいけないので、そういったものを持ってる方なんで、とにかく負けず嫌い、負けず嫌い、もう身近な負けず嫌いでした僕にとっては、はいはいはい、うん、一番そばにいる負けず嫌い、一番そばにいる負けず嫌いが、まあ、第3位ということで、二岡さんを選ばさせていただきました、はいはい、ここの3位でこれだとね、2位1位どうなってくるのかっていうのがありますけども ね、まあ、ね、もっと上がいますからね、うん、選んでいただきましたので、次に行きたいと思います、はいはい、3位が二岡さんでした。続いて2位です、はい、2位はこちらの方でございます。ザーザンってことで、これ皆さん多分意外と思われるんですよね、まあ、高橋由伸さんなんですけど、由伸さん、はい、由伸さんってすごいクールなイメージじゃないですか、はい、イメージありますね、淡々とこうやるし、あんまり悔しがってる雰囲気って多分テレビ越しからも感じたことはないですよね、はい、でも内側に秘めてる負けず嫌いさっていうのはものすごくあるんですよ、うん、で練習もものすごくされます、はい、うん、やっぱ一流の一軍の共通点ってとにかく今は量より質とかって言われてますけど、はい、それはやってきた人が質に変わるだけで、うんうん、やってない人が質を求めても量をこなせなかったら意味がないわけですよ、で由伸さんはとにかくもう代打で出る時なんていうのは朝もう本当に東京ドーム12時ぐらいから来て、はい、で体をケアしてバッティングピッチャーの方とブルペンのところでずっとティー上げしてました。毎日1時間以上、あ、そうですか、見えないところでそういうふうに皆さんやってるんですよ、はい、だからその努力してない努力してないふうに見せることもそうだし、はい、やってるところをちゃんとこう見せるっていうのももちろん必要なんですけど、由伸さんはもう常にこう球場の中でこう努力型の方なんですけど、なるほどでロッカーも隣で、あ、隣だったんですね、隣なんです、うん、で野球のこともたくさん話をするようになってこう親しくさせてもらったっていうか、どん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 由伸さんと話す機会が多くなったのは晩年の頃なんですね、うんうん、このシチュエーションだったらどうするとか、うんうん、で代打と代走っていう役割だったんで、そうですね、その当時は、はいはい、まあ、由伸さんがこう鈴木孝弘ロードっていう、はい、あの東京ドームの裏 の裏のウォーミングアップのウォーミングアップのところがあるんですけど、はい、唯一僕がここ専用鈴木孝弘専用レーンなんですよ専用レーン、はいはい、だそこでずっと自分が、まあ、ある種僕しか入れないような空間の中で走るんですけど、
吉野さんはよく僕の鈴木孝弘レーンに割り込んできたんですよなるほど、うん、そこをお使いになってたとそこ、ええ、まあ、代打なんで、はい、代打なのになんでこんなに走るのかななんて思って、いやでも先輩だし言えないしもう吉野さん結局吉野さんが打ち終わったら走るの僕なんですけどっていうでもこうなんかこう待って見ておかなきゃいけないっていうのもあって、ええ、結構その裏側ではものすごく準備をされてて、まあ、そういった意味でも結果を出すための負けず嫌いっていうのもあるんですけど、うん、少しこう野球から離れていくと、ええ、すごくお茶目なところも、まあ、そうか、そんなところがあるんですか、はい、僕はよく吉野さんにこうなんかこう絡んだりしてたんですよ、はいはいはい、絡めるのは多分僕ぐらいしかいなかったので、まあ抱きついたりとかなんか、はい、いろいろこうとかいろんなこう身振り手振りでやってたんですけど、はいはい、ある時から僕と相撲をする機会が、吉野さんと高橋さんが相撲をする、ね、はい、最初にこう、まあ、じゃれ合ってる時にじゃれ合った結果がこう相撲っていう形になったのかもしれないけど、はい、まあ、吉野さんは僕は力が相当強かったんで、はい、お前の力すごいって言われてたんで正面から来ないんですよね、うん、後ろから来るんですよ、死角のように、はい、後ろからで後ろからこう組まれて、はいはい、抱きつかれて抱きつかれて、まあ、なんとか僕をこう倒そうっていう感じなんですけど、はい、僕はそこをしっかり耐えて吉野さんに形勢逆転で投げ倒す投げ倒すんです投げ倒すというか結果的にですよ、はいはい、うん、はい、気持ちは投げ倒す意識はないですよ、はい、相撲の勝ち負けでいうと、はい、まあ、軍配を自分でっていうところで、なるほど、でもあれですね、あの意外なんですけど多分見てる方もそうかもしれないですけど、うん、吉野さんの方が体重とか体格は大きいじゃないですか、だから組んだ時に、うん、その強さでいうと吉野さんの方がとかって思ったりするんですけど、組んだ瞬間にね、やっぱ強いか弱いかとか、はい、自分よりも力があるのかないのかって組んだ瞬間で分かるんですよ、うん、でマッソンとも僕相撲したことがあって、マッソンともしたんですか、はい、勝ちました、マッソンに勝ったんですか、マッソンに勝ちました、はい、組んだ状態から相撲をするんですけど、はい、もう組んだ状態から、はい、そのマッソンに押してこいと、プッシュプッシュと、うん、僕はそこはもう微動だに動かないですよ、そしたらもうマッソンがもうわーいってずっとこうやってはいって言ってて、なんで動かないんだ、なんで動かないんだってしてやったりの顔してて相撲はもう とにかく僕にとってのバロメーターで、はいはい、あとやったのは大使とかね、あ、太田さん、太田大使ともやったし、はい、どの上の、はいはいはい、お兄ちゃん、竹ちゃんね、竹、はいはい、ちゃんともやったし、マッソンともやったし、まあ、トネともやったし、あ、トネさん、うん、で今二刀流で頑張ってるけど、はい、もういろんな巨人の選手ともみんな相撲嵐をしてたわけです。なるほど。うん、でもその高橋さんが言うところの、まあ、それ、うん、まあ、高橋さん百戦錬磨だったわけです。百戦錬磨です。それは何によって生み出されてるんですか、その強さは。いや、もう体軸トレーニングですよ。体軸トレーニング。うん、僕のトレーニングをやり始めてから、はい、その力の出し具合と力の抜け具合と、うん、どうやったら力を出せば勝てるかとか、どうやったら力を逃がせば相手の力を利用して投げれるとかっていう技を、まあ、瞬時じゃないですけど、その体軸トレーニングすることによってすごくこう自分の軸ができてきたんですよ、はいはい、だから全く動かないんですよ、はいはい、微動だに、だそういうこう自分のルーティンの賜物の結果相撲も強くなったっていうまあ何のなんですかね、相撲が強くなったから何のもないんですけど、まあ、巨人のチームの中では鈴木孝弘は相撲が強いっていうのが生まれたっていう、相撲といえば孝弘さん、うん、あと吉野さん、僕がねお風呂入ってる時に吉野さんがバーって、僕は知らないわけですよ、こうやってずっとこうシャワーでこう髪の毛こう洗ったりとか、はいはい、体を洗ったり、はい、してたら、はい、急に後ろから抱きつかれて、はい、誰だと思ったら、はい、吉野さんがあの僕を倒しかけようと思ってたんですよ、はいはい、でその時に入ってたのが杉内と大竹かんちゃんが、はい、湯船に、湯船に、ええ、でも杉内もかんちゃんも吉野さんがそんなことする人だとは思わないわけですよ思わないわけ、え、なんでこんなお風呂場で2人じゃれ合ってるんですかみたいなそしたらだんだんこう
杉内とかカンちゃんもどん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 隅の方でなんかこう。こういうような形でずっと壁に張り付く感じですか。吉野部さんそういうようなことするんですかっていう。僕と、まあ、僕はそれですごい嬉しかったんですけど、はい、かんちゃんと杉内は吉野部さんの意外な一面を見たっていう、うん、なるほど、うん、そういった意味でも、まあ、とにかく内なる負けず嫌い、はい、うん、そういうのが吉野部さんの僕の一面が僕の中での一面があった、はい、多分ジャイアンツの、ね、長年のファンの方でもそこら辺を全く知らない一面じゃないですかね。中川のことっていうのはね分かんないですけど、ね、でも僕の感じとしては僕と吉野部さんのコミュニケーションのツールが相撲だったっていう、うんうん、言葉じゃなくてそういうのってあるじゃないですか、はいはいはい、うん、なんかそんな感じで僕は吉野部さんにしていただいたことは今でも思い出に残ってると嬉しいし、まあ、それが良かったのかなって。なるほどな、うん、いやなんかねあのほっこりするお話でございました。いやなかなかねそれは皆さん知らないですか、ね、うん、いや貴重なお話をありがとうございます、はいはい、これがまだ2位でございます。いいですね、はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの工藤です。鈴木貴博が選ぶ巨人の負けず嫌いだった選手ベスト3第1位は次の動画でお送りいたします。第1位の方は鈴木貴博さんの野球人生を語る上で欠かすことのできないあの方です。どうぞ皆さんその方がどなたか想像しながら次の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。皆さん今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと話してほしいことなどぜひ送っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。今後もよろしくお願いします。鈴木貴博でした。